バウンティーラッシュ内入りナミ。ナミの強みはスキル1。スキル1を長押しすることでゼウスを操作でき、敵に当てれば感電状態を付与できます。敵を感電させた時に攻撃力が増加する特性と相性抜群。離れたところからゼウスを出陣させ、攻撃力増加プラス回復をどんどん狙っちゃいましょう。もう一つのスキルは防御力無視スキルで、障害物を貫通できる優秀スキル。特にジャスト回避成功時に得られる透明状態と組み合わせるのが強力で、結構当たりやすくなります。他にもアタッカーの強化状態を解除できたり、大幅なダメ化が見込めたりと、アタッカーに対して強く出れる特性も備えています。弱点としては近寄られたらきつい点。スキル1でゼウスを操作している間は無防備ですし、よろけ無効がなく通常攻撃もあまり強くないので、回避短縮や1残る特性はあれど、遠距離サポートしていくのが非常に重要なキャラになるのかなと思います。この動きは RC シュート。バウンティーラッシュウソップ。ウソップの強みはスキル1の眠り草。最大体力 15% の割合ダメージを与えながら敵に睡眠状態を付与します。睡眠状態中の敵はお宝エリアに干渉できず、おりんのように強引に旗を握ることが可能となります。ウソップは敵陣に味方がいない時、また敵がいる時にダッシュ速度が速くなるので、敵陣で眠り草を当てれば大体旗を抜き切れます。強化状態も解除できて、クールタイムも短い非常に優秀なスキルと言えますよね。もう一つのスキルはシンプルな吹っ飛ばしといったところです。弱点としては攻撃防御特性がほとんどないので、純粋なタイマンはかなりきつくなる点。またシールドキャラや状態上無効のディフェンダーからはなかなか旗を取れないなど難しい面もあります。回復無効を付与するキャラも現環境めちゃくちゃいて、復活特性が使えないので、旗ダッシュメインのゲッターといっても現環境活躍するには少々難しいのかなと思います。てめえちょっとイケメンだからって言って調子乗ってんじゃねえぞ。眠ってる間に落書きしてやる。あれ？バウンティーラッシュバンダーデッケン9世。彼の強みはターゲット距離が長い点。バンダーデッケンは近くの敵にはもちろん、かなり遠い敵にもターゲットを取ることができます。スキル1スキル2ともにターゲットを取っている相手に追尾する攻撃のため相性抜群。障害物は貫通できませんが、離れたところからじわじわと体力を削りに行けます。またスキル1を当てた時には回避クールタイムを遅延できたり、スキル2を当てた時には気絶状態を付与できるなど、片方のスキルを当てればもう片方のスキルを当てやすくなっているのもなかなかに強力です。基本は自陣で待機しながら戦っていき、援護していくことが大切なキャラなんですが、スキルの出がかなり遅いのは要注意。スキル2を当てて気絶状態を付与できれば攻撃力が上がっていくんですが、なかなか当てるのは難しいですし、近寄られたらかなりきついです。戦い方に癖があるキャラなので、使い手によって強さが変わるキャラなのかなと思います。ルフィ、麦わらの一味の引き念が来なくて残念だったな。まあ俺は明日が本ちゃんだから大丈夫だけど。シャーンクスクスクスク。バウンティーラッシュカリブー。カリブーの強みはクリティカル。敵に攻撃するたびにクリティカル率がどんどん増加していきます。彼の通常攻撃は最大5連続ヒット。敵を引き寄せながら攻撃できるスキル1は最大19連続ヒット。結構遠距離まで届くスキルには最大70連続ヒットと、簡単にクリティカル率を増加できます。理想としてはダメ化を発動するために自陣で待機、離れたところからスキル1スキル2などを発動し、クリティカル率を上げながら敵のスキルクールタイムをどんどん遅延して味方をサポートするといったもの。弱点としては近接戦。旗内にいるとき、またスキル1発動中に大幅なダメ化特性が発動しますが、正直簡単に突破されます。攻撃力もそこまで高くないので、味方のサポートにおいては優秀だが、旗を守るのはやや難しいというのが現段階の評価なのかなと思います。何やってんだ！